はい、どうも、ダークネスローズです。はい、今日もね、1ヶ月ぶりの実写の動画を回そうかなと思って。こんな風に撮り始めてはいるんやけど、正直、喋るネタも特にないんよね。毎度毎度のことながらね。まあ、最近変わったことといえば、こんな風な実写の動画とか、あと、ツイキャスの機能を使って、そのラジオ動画みたいなのを、まあ、常日頃、まあ、ほぼ毎日ではないけど、まあ、1週間に3回、4回ぐらい、多分毎週撮って、毎日は撮れてないけど、ぐらい、撮らせてもらってる。最近ちょっと休み目になってて、で、まあ、その代わりに、まあね、結局こういう風に実写の動画が撮れるのが、まあ、大体月に 1,2 本ぐらいだから、結局スパンが長いから無駄にね。だから、まあ、その間にも何かと思って、最近はそのゆっくり、まあ前に半年ぐらい前に、ゆっくりもやりますみたいなことを、こういう実写の動画で発表をね、したと思うんやけど、その、それを実際、まあ、それ今まで半年の間、口だけ番長のままずっとやってきたんやけど、まあそれをついに、2月から、まあ今月やな、今月から形にして、まあ茶番というか、まあ解説とかもたまにゲームの解説説明とかやったりとか、まあ実況はほぼやらへんと思う。あんまり合わないんで。だけど、まあこういうゲーム、こんなおもろいゲームがあるでとか、あんまり有名じゃないゲームね、海外の同人ゲームとか、あんまり人が触れてない、特に日本人があまり触れてないゲームとか、元々のゲームは日本初やけど、それを海外で作って、改造したりとかしたゲームとかは日本で知られてなかったりするけど、まあ、実際この前ロックマン X のゲーム、ゆっくりで解説させてもらったんやけど、そんな風に、そのゲームの解説とかもすることもあるし、なんか茶番劇で、なんか、こんなことするよ、あんなことするよ、みたいな説明をすることも、まあ、あったりとか、そんな風なものもやってるんやけど、メインは、物語。俺あんま東宝原作ちゃんとやってないね、実を言うと。そのゆっくりって、まあ東宝のキャラ使ってるから、基本的に物語ってなったら東宝のストーリーをなぞって二次創作みたいな形になるねんけど、原作は俺やってないから、ゲームはね、俺シューティングあんま得意じゃないからやってへんねんよ。なんやけど、まあいろいろそのストーリーを読んだりとか、ごめん、ストーリーを読んだりとか、いろいろして、まあ自分なりに考えたネタで、まあ勝負しようかなと思ってる次第です。で、今はその東方怪談東方怪談っていうストーリータイトルでやって、今13話まで書いてるっていうか作ってて、まあ多分明日か明後日ぐらいに14話も公開されると思うし、まあ結構ね、片手間でやったりしてるんで、更新は早いと思う。まあ、結局、こういう実写の動画を撮るのが、前にも言って、最初も言ったけど、月1でしかないから、どうしても、ラジオ動画ばっかりやし、面白くないやん。実際、俺のフォロワーの人とか、仲いい人とかにも、いや、仲いいから喋ってるのはおもろいけど、キャスとかで聞くのはいいかもしれんけど、わざわざ YouTube 行ってみようとは思わないよって、いう指摘も受けてるから、実際問題。だから、ね、まあ、さすがにそればっかりじゃあかんし、しかもスパンも長すぎるし、みたいな。だったらゆっくりちゃんとやろうかっていう感じで今ゆっくりやってて。物語結構、作りというか、その編集自体がまだ不慣れで、うちのメンバーのしずきとかにも言われてるけど、不慣れでかなり雑だったりとか、やっつけ仕事だったりすることもあるんやけど、まあまあ徐々に実力というか編集技術を上げていきながら
やってたりするんで、でその編集技術はこっちの実写の動画でも、まあこれ今見てくれてる人は多少編集されてるの分かると思うけど、カット入れたりとかしてるの分かると思うけど、そういう風なのも活かしていこうと思ってるし、テロップとかも入れようと思うし、まあそんな風に両方に生きるようにね、その両方が両方でより良くなっていけるようにみたいな感じでやろうかなと思ってるんで、まあよかったらゆっくりの方も、ゆっくりの茶碗劇というか物語というか、そっちの方もよかったらね、楽しんでもらえたらなと思って、最近登録者も徐々に増えてきて、まあ今やっと80人になったよね。あと20人で100人達成です。100人になったら甘ギフ配ったりとかし、配りはしない、ごめん、配るって言ったらちょっと語弊があるんだけど、配りはしないけど、まあ何人かで投票じゃないわ、抽選して一人の方に、そうやな、まあ5000円か1万かな、俺のその時の余裕次第で5000円か1万になると思うけど、それぐらいの、1500円は面白くないしな、そんな一人にしか当たらんのに1500円でしょぼすぎるやん、実際何もおもろくない、ね、1500円当たったから何なんて話だし、甘ギフなんだね、現金やったらまだあれやけど、現金で1500円ってのもしょぼいしな。なんで、そういう企画もやろうと思ってるんで、よかったらそのチャンネル登録の方もね、してもらえたらなとお願いします。はい、さて、まあこれ以上長々と喋ってもしょうがないんで、そんな感じかな、報告は。ゆっくりをやってますっていうことと、ストーリーがちゃんとその物語やってますっていうのと、実写の動画も編集バチッとやりますっていうのと、両方を活かせるようにみたいな感じと、あとまあチャンネル登録してくれたらイベントいいことあるよっていうこと、まあそれだけかな、言うことは。今回はそんな感じで。というか、俺これ気づいてもらってるか分からんけど、いつも俺赤のこういう、まあ、ほぼデザイン一緒やけど、この赤のやついつも着てるけど、今日青で、珍しい青で、あんまり青のイメージないよね。はい。そんな感じなんで、よかったら、楽しんでいただけたらなと思います。